午後6時になりました。 Hello everyone, it's Jenny. Hello everyone, you are going to listen to Denden Radio 76.1 FM 講座 Let's go! はい、大体こんにちは。今日もちょっと肌寒くなってきましたが、皆さん体調は大丈夫ですか？はい、それでは今日もラジオをやっていきましょう。それでは地域から世界に発信するラジオ、デンデンラジオ。ハイタイグスヨウチュウガナビラ、2月25日土曜日、ググル9時、デンデンラジオの時間の遠い便。皆様こんばんは。失礼しました。2月25日土曜日午後6時、デンデンラジオの時間になりました。 Hello everyone, it's February 25th on Saturday at 6 o'clock. Time for Denden Radio, ラジオコの大学。パーソナリティや島くつばびんちょうソウル、上村あやねと、板倉シャーナと、西原すみれと、日が七瀬と、日がかいねあいびん。それではこの番組の紹介をしていきたいと思います。はい、この番組は沖縄の言葉島くつばを伝承伝達伝伝ラジオです。シマクトゥバ、英語、大和口のトリリンガル、三言語で挑戦し、次世代へのシマクトゥバの伝承と、多世代、異世代、国際交流を促進することを目的とした番組です。インターネットを使える環境の方は、FM コザと検索すると、ユーストリーム放送で映像と音声を配信していますので、皆様、どうぞ最後までお付き合いください。クヌ番組や、シマクトゥバ、イエイゴ、ヤマトグチヌ、ミーチヌクトゥバチカティ、チギヌシデイヌチヌチャーン会、シマクトゥバ伝承師、ウフオークヌシデイ、チガイイルシデイ、国際交流、シシミイルクトゥ、目的トゥソーイビーン。皆様からのこの番組に対するメッセージや曲のリクエスト、シマクトゥバ、英語に関する質問もどしどしお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字で、761、アットマーク、FM、コザ、KOZA.JP、761、アットマーク、FM、コザ、.JP です。電話、ファックス番号は、098-934-8653、934-8653。皆様からのメッセージ、リクエスト、お待ちしています。いずれも番組名、天然ラジオとお書き添えください。ラジオネームも忘れずに。ラジオチチョール愚数用からぬメッセージ、直訓リクエスト、シマクトゥバ、英語に関する質問など、どんな有志的見せびり用体。どちらん、でんでんラジオンチ、番組ぬのうじ、かちみそうち、ラジオネームン、わしらラングトゥ、かちみせびり用体。はいたい。はいたい。はいたい。はい。男二人組がハーハーしながら入ってきましたね、ちょうど今。オープニングの自己紹介が声が高かったんで。みんな女の子だったんで、今日は、オープニング。今度疲れたね。よかったです。今日は、広島カープが。あー、パレードしてましたね。すごい人だかりでしたね。だから僕も赤い。赤、ほんとだ。赤つけてますね。ましたよ。すごいですね、キャンプで。うん、まあ、ありがたいことですよ、すごく、まあ、盛り上がってるんですかね、はい、まあ会場のそばでひそひそと、いや、全然ラジオ盛り上げていい、あ、そうですね盛り上げに負けないぞ、ことね、はい、負けないように頑張りましたね。遅れてきましたけどもはい、はい、今回も全然ラジオ始めますので、いたされげて、にげえさびら、はい、にげえさびら、はい、では今月のテーマからもう一回確認していきましょう、はい、今月のテーマがぬくもり支援づくりとなっています。はい、それどういう意味なんですか。はい先週も確認したんですけど、このぬくもりって何ですか。ぬくもり、どういうイメージですか。今日話してたじゃん、ぬくもりの話。ぬくもりの話してたんですか。しました。なんだっけ、ぬくぬく、そう、なんか人のあったかいところみたいな、うんそうそうそう、このなんだろう、この人と関わる縁で、こうなんだろう、ですね、この心からすごい、やっぱなんだろうな、温めていきましょうじゃないですけど、うん、この
この結局この肌と肌だけじゃなくてこの顔と顔の見えるこの関係を作っていきながらこの何でしょうねあったかい縁を作っていきましょうっていうテーマになっています、うん、伝わりましたでしょうか。支援作りの支援は普通のねあの援助の支援じゃなくて志の縁と書いて支援となっています。はい、ということでこの支援をこの志の縁を作ることで、ね、温かい未来を作っていきましょう。いやそういうこと、そういう、うん、そんな感じですね。はい、はい、なるほど、はい、で今日はこのユースクラブの方で、はい、カイネさん、はい、今日はあの老人ホーム訪問をしてきました、うん、いつもスポンサーさんの方で、はい、スポンサーにもなってくれているあの二瓶デイビルさんの方に、はい、ユースクラブみんなで行ってきました、はいはい、でこのやっぱり最初はですねあのやっぱりこ の2時に行くんですけどあのお昼のやっぱりご飯食べた後だったりしてちょっと眠そうな感じなんですけどうもう終わる頃になったらえもう1時間経ったのっていうことですっごい笑顔になっていてでずっと車椅子に座っていた方も最後の勝ち足になると立ち上がって踊り出したりとかすごく1時間でこの顔も心も変化が見れるすごい貴重な時間だったなというふうに感じました、はい、そうですね。この今月に3回この二瓶デイビルさんとシオンさんの方にも行かせていただいてるんですけどやっぱり行くたんびにこの利用者さんがこうなんだろうやっぱ最初は無口だった方がどうにかこうにか手を動かしてメッセージを伝えてくれようとしたりとか逆に利用者さん同士の交流が見えるようになったりとかすごい変化が見られるのでやっぱ行く 私たち自身もすごい嬉しいですね。すごい元気づけられますね。はい、ということで今週もやっていきたいと思います、はいはい、では最初のコーナーに入る前にスポンサーさんの紹介からしていきたいと思います。クリカランワッターガウシュワンカイナトールスポンサーの紹介うんぬきさびら。住宅リフォーム建築のことなら有限会社丸内重機。自分らしく生きる空間有老老人ホームニヘデホーム有限会社ニヘデイビル。柔道制服のことなら熊野整骨院。皆様の癒しの空間デイサービスセンターシオン。ヘアーカットのことならビューティーサロンフレンド。生きる支援職人を輩出する琉球リハビリテーション学院。車の修理一筋45年以上有限会社金城自動車の提供 FM 小里沖縄半蔵 NPO の協力でお送りしています。スポンサーのぐすうよう一平一平に増えデイビル増えデイビ ビル。はい、それでは今日のトピックを紹介してオープニングの曲がなかったと思うので一旦オープニングの曲を入れてから始めていきたいと思います、はい、じゃあ今日のトピックは何でしょうか。はい、はい、と今日はこの先週から引き続きこの沖縄のこの偉人だったりとか歴史を紹介していきたいと思います。で前回は比嘉武次郎さんだったんですけど、はい、今回はとジャナウェイ方について紹介したいと思います。皆さん日本人ですかそっからですか。名方っていうのは漢字で書くと親方って書きます。 お相撲さんジャナリザンという方を紹介したいと思います、はい、名方もこのお相撲さんの親方とはまた違った意味なんですけどまた細かいとこは後ほど紹介していきたいと思います。お願いします。はい、シャナのコーナーは何についてありますか。ボブ・ディランさんについてです。お有名ですね、はい、話題になりましたね最近。楽しみですね、はい、どっちも。で最後に地域情報の方もまた紹介するので、はい、最後までぜひ聞いてください。よろしくお願いします。はい、それでは最初にオープニングの曲流していきたいと思います。はい、
い、最初のコーナーはジャナ・ウェイカタさんですね。はい、それでは始めていきましょうか。はい、はい、じゃあ飼い主さんコールお願いしてもいいですか。はい、はい、では最初のコーナーに行きたいと思います。最初のコーナーはうちなわ便調タイム。このコーナーは沖縄の歴史や文化を皆さんと一緒に学んでいきましょうというコーナーです。はい、はい、では今週は先ほども紹介があったようにジャナウェイカタ、ジャナリザンについて紹介したいと思います。皆さんは知っていますか？ジャナリザン、ジャナウェイカタ。知らないです。聞いたことないですか？ないです、うん、教科書には出てきませんからね。そうですね、はい、でこのジャナウェイカタのちょっと歴史について紹介したいと思います。はい、このジャナウェイカタ多分知ってる方少ないと思うんですけど、この沖縄にとってすごく取り上げられるべき存在、皆さんに知ってほしいという、うん、と思います。ぜひ聞いてくださいね。まずざっくり言うと何した人ですか？ざっくり言うと命を懸けて琉球を守った人です。琉球っていうと どんなですかイメージ？昔の沖縄って、ね、じゃ最近ではないですね。相当前ですね、琉球を守ったっていうと。そうですね。でまたまずジャナリザンさんの、この歴史について紹介したいと思います。まず1549年に生まれました。で、1549年から1611年まで、ですね、享年62歳です。で琉球王国の政治家としてお仕事をしていました。でまたジャナ・ウェイカタというこの愛称なんですけど、親方っていうのはこの琉球士族がもらえるこの何ですかね、身分の一つで、大体この士族って言ったら代々受け継がれるものを想像すると思うんですけど、この親方っていうのは別で、何て言うんですかね、この本当に努力が認められた人だけに与えられる称号で、でこの親が植え方だったからといって子に受け継がれるわけではないんですね。それぐらいなんていうんですかね、すごい存在、すごい称号っていうことが分かりますね。初めはなんか相撲のあれみたいな言ってました、さっき。そうです、相撲ですかってかもしれないですね、うん、じゃないですけどね。はい、すいません、どうぞどうぞ。はい、でまた学生時代に中国への留学に選ばれるんですね。でも時代の留学って言ったら簡単に飛行機乗ってピーンって行けるものじゃないですよね。飛行機まずないですよね。今みたいにはできなくて、まず命がかかっていたりとか、まずこの多分費用も莫大なもので、またそこに選ばれる、しかも学生でっていうのはすごく成績も優秀でとても努力家だったんじゃないかなっていうふうに伺いますね。でしかも中国のトップクラスのこの学校に入学するんですけど、そこでも勉強の面が優秀でした。で、そこから何度か琉球へ帰った後も唐へ渡っています。唐、中国ですね。でこの琉球の政治でいう三司官と呼ばれるこの三つの、何ですかね、司って書くんですけど、三司官と呼ばれる、この国王じゃない、王様のすぐ下につく、この王様にアドバイスする人になるんですけど、この、王様にアドバイスするって、すごいですよね。うん、まず、この三司官、三人が、もう、琉球を司っていたんですよ。それぐらいすごく認められた人でした。はい、でまた本土今でいう大和ですね。大和がこの戦争ばっかりしていたもので食料とかお金が尽きてしまって、でそこで琉球にこの物資を送ってくれ、お金や
お金か食べ物でもいいから何か送ってくれって頼むんですけど、あの琉球もその頃貧しかったので、あの送ることができなかったんですね。でもそれを見たあの大和の人が、じゃあ琉球は弱いから、うん、じゃあやっつけてしまおうということで侵略されてしまうんですね。また命令も拒んでしまったということで、それで、また家康、徳川家康、皆さんご存知ですか？はい、ありますか？はい、もちろん知ってますそう、徳川家康に一度琉球が助けられたことがあって、うん、でだけどこの家康のもとにちょっとお礼の使いを行かせなかったので、琉球がそれにちょっと家康が怒ってしまって、でなんて言うんですかね、この私たちの命令に従うようにということでこの文書を琉球へ送るんですが、それには絶対従わなかったんですね。これがこの2つの原因が琉球が攻められるきっかけとなっています。はい、でまた命令の文書なんですけど、なんていうんですか、琉球が日本になるようにっていう風な文書だったんですけど、やっぱりジャナウェイ方はすごく沖縄を誇りに思っていて、琉球の歴史だったりを誇りに思っていたので、絶対に俺は受け入れないということでずっと何度も拒み続けていたそうです。はい、でまた9月19日薩摩藩から少年王と三司官にもう一度命令文が送られてきて、でそこに必ず署名するようにということで指示されたんですけど、ジャナウェイ方だけがそれに従わずサインをしなかったんですね。そこでもうとうとうジャナウェイ方は首を切られてしまうということで、でもこういうちょっと悲しい終わり方なんですけど、でも命をかけてまで琉球は大和と一緒にしないということで、すごくアイデンティティがすごく心に残ってた方なんじゃないかなっていうふうに感じました。でまたまた中国にもこの何度か関わりがある分、すごくなんですかね、なんだろう、琉球にいない時期もあったと思うんですけど、それにもかかわらずすごく琉球思いなところだったりとか、このすごく心にアイデンティティ、琉球への思いが根付いているところとかは、すごく見習うべきところじゃないかなっていうふうに感じました。この行動力とかもですね、絶対にサインしないということもすごく見習うべきところかなっていうふうに感じました。今ざっと歴史を確認しましたけど、皆さん分かりましたか？はい、つまりこのジャナウェイ方さんはこのまず琉球の政治家でした。でそうですね、王様に仕えてて、でもやっぱりサポートしながら、だけどこの皆さんがこのジャナウェイ方の立場に立った時にイメージしてほしいのは、この琉球のトップでありますけど、このそれよりもっと大きな範囲をこのなんていうんですか、支配じゃないですけど、この管理していた徳川家康からこういうメールを受けた時に断る勇気ありますかね？絶対ない。ですよね。だからこのそういうところでやっぱりそれでもこの自分の意思を貫いたっていうところがやっぱりすごいポイントだと思います。だからやっぱりこの日本には入らない、この琉球は自分たちの方行くっていうこの強い意志がすごいなっていうふうに自分自身も感じました。この、まあ、そうですね、解説、これ補足としてなんですけど、このジャナウェイ方が実はその、まあ、もともとその、まあ、国名の出身なので、まあ、ルーツが、まあ中ね、もしかしたら中国にあった人なのかもしれないんですけど、また別名だったかな、帝なんかな、帝皇だったかな、一応か、ね、党名もあるんですけど、はい、また分かったら流しましょうね。まあ、とりあえずその当時は本当にもう大和、まあ、日本にその従うっていう機運がすごい高まってたんですよね。要するにジャナウェイ方以外の味方、要は三司官のメンバーも日本に
なんか仕方したかった方が自分たちにとっても不はないし、また命にね脅かされる心配もないしっていうだったんですけども、やっぱり一つジェナウェイ方はちょっともう通してっていうか、こだわってなんで、ま、この自分の意思を貫いたっていう話ですよね。でもこのあるまあ本で見たんですけど、まあ当初は本当にジェナウェイ方は嫌な存在として言われてたんですね。だからジャナのジャがジャキのジャっていう、そうっていうぐらい沖縄の人たちにとってすごい悪い人、この人のせいで日本に乗っ取られたっていう話も出るぐらいの昔の捉え方だったんですけども、最近になってその評価が変わり始めていて、実際にはこのジャナウェイ方一人がそういった風に反対して沖縄琉球王国は絶対にね支配されないっていうような言い方をしたから、その本当はそのジャナウェイ方のこの心意気とか、そういったのを本当は評価すべきじゃないかっていう考え方も今出てきてるっていう感じですね。そうですね、やっぱりこういう行動をした人のことをやっぱり私たちは知らなかった方とかも多いと思うんですけど、やっぱりねさっき話したみたいにこんなのって学校で習えますか？習わない。そうなんですよ、この学ばないじゃないですか、やっぱこういうことがあったよとか、沖縄の歴史もやっぱ一部だけしか習わなかったりとか、なのでやっぱこのやっぱ影に埋もれてしまう方たちもたくさんいるので、やっぱりもっとなんだろう、このでもこの学びはしないんですけど、やっぱこの今私たちがこの情報を持っているってことはやっぱりどこかでこの自分たちのウヤファー富士からどんどんやっぱ語り継がれてきた部分があると思うんですよ。でなんで語り継がれてきたかって言ったらやっぱり大切なことだからだと思うし、やっぱ私たちが直接確かに見てはないですけどやっぱ知っておくべきことだからこういうふうにやっぱ話してくると思うんですよ。なのでやっぱその時になんだろう、このやっぱ昔の革命だったりとか、この中心となった偉人を知らないままでやっぱ今の時代を変えたいとかっていうのはやっぱり難しいことだと思います。なのでやっぱりこのまずは知ること、自分先週も言いましたけど、まずなんで自分がここにいるのかとか、なんでどういうつながりがあってどういう縁があってこういう今自分たちがこういうふうに沖縄で暮らしているのかっていうのはやっぱすごい知るのはすごい大切なことだと思います、うん、そうですね。だけどやっぱ難しいのがやっぱ特に私たち学生はやっぱ知るこの行動範囲も狭いので、やっぱ調べようってなったら基本何で調べますか皆さん？携帯。そうですよね、まあ、即答ですよね。インターネットだとか、ね、まあ、行っても図書館の本だとかでしかやっぱ知れない情報があると思うんですけど、やっぱりその時代に生きたおじいちゃんおばあちゃんだとか、まだ地域の方々とかもたくさんいると思うので、やっぱりこの自分一人でやるんじゃなくて、このもっと周りの人とか先輩方に聞くことでやっぱりまた話すきっかけができて、やっぱそこでまた新しい縁が作れるんじゃないかなっていうふうに感じます、うん、なのでやっぱりこのそのきっかけっていうのはやっぱどうしても今生き返りする生活の中でやっぱ、ね、お父さんお母さんとか家族と喋る機会も限られてくると思うんですけど、このそういう話もしながらこの何でしょう、ね、家族を盛り上げることができれば地域全体がどんどん活性化していけるんじゃないかなというふうに思います。なので座を盛り上げる人を島言葉で何て言うか覚えてますか？なんだっけ、何でしたか、何回も言いますね、なんだっけ、はい、ザがジャです。ジャ？ん？完全に忘れた。コウタ君、わかりますか？ジャ焼きみたいな。ジャキヤ？あ、惜しいですね。ジャピョンピョン。ジャジャ？ジャヤ、ジャヤ。わかんない。はい、答えいきましょう。はい、ジャーハネーキヤ。あ、そうだ。ジャーハネーキヤ。はい、座を盛り上げる人ですね。じゃあもう一回練習しましょう。ジャーハネーキヤ。ジャーハネーキヤ。はい、ぜひ皆さんも、まずは家族のジャーハネーキヤとなって、地域のジャーハネーキヤとなっていけたらと思います。そうですね、一つ補足しましょうね。いろいろあの、そうですね、ちょっと付け加えましょうね。この、ジャナウェイカタさんっていうのはすごいまたいろいろ歴史残ってるんですけど、まあ、さっきも話したように本当に否定的なものが多かったので、この一族っていうのは自分がジャナウェイ方っていうことを隠してきたんですね。
お前のせいだから沖縄は日本になったっていうことで言われ続けてきたんですけど、うん、そういうことがあったりとか、また、まあ、よく考えてみると1609年のこの薩摩、ね、侵略があって、要は琉球王国っていう、まあ、国自体の、自己決定権とかっていうのがなくなったんですね、はい、そうですね。それからずっと裏でも本当に日本、まあ、江戸時代ね、からまた明治にかけても次の1879年の、琉球処分とかですねにつながってくるんですけども、本当に沖縄、まあ、今ねいろいろな、まあ、社会問題とか、まあ、政治的な問題もありますけども、まあ、それで、まあ、それが、ね、琉球独立とかそういう話ではなくてですね、うんうん、実際にその本当にあった沖縄の歴史というものを、まあ、知ることで、まあ、次にね、つながる、まあ、もちろん平和が一番ですから、皆さんがね、はい、手を取り合って今のようなね、その支援につながるっていう話、うん、まあ、皆さん一つね、一人の人間ですから、うん、はい、一人人間、また同じ人間ですからね、やっぱりもともとその種族、まあ、種類別としても人間同じ人間なので、何か本当に争いではなくて、またね同じことを繰り返さないために歴史を学ぶことがすごい大切だと思いますので、うん、ぜひこのジャナウェイカタさんの話、うん、まあ、賛否両論もしかしたらあるかもしれないですけども、ぜひこの生きた魂をぜひうちなうちの皆さん一緒に学んでいけたらなと思ってますので、ぜひ何か質問とかですね、なんかこれこんなじゃないかっていうものもあれば、うん、ぜひメッセージ待ってますので、僕らまだまだね勉強不足ですので、はい、ぜひ教えていただけたらなと思いますので、うん、いたさることおにげさびらよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあリュウブさんありがとうございます、はい、ということでジャナウェイ方は最初のコーナーは以上となります。はい、一平にフェーデービル、フェーデービル、はい、では次は曲に行きましょうか。はい、はい、では次の曲紹介したいと思います。ではコウト君、はい、紹介してもらえますか。はい、地位に聞くや時代の流れやイビン、作曲は作詞は風からリーショーさんになってます。はい、で今日の曲は時代の流れ、皆さん聞いたことありますか。最初の歌詞が塔の湯から大和の湯、大和の湯からアメリカ湯、沖縄のことじゃないですか。そうアメリカ、そう沖縄のことで、また大和の湯、昼間さ川いるくぬうちなということで、うん、一番が始まるんですけど、この時代の移り変わる背景を歌っています。でまたこの時代は、先ほど紹介したジャナウェイカタさんの時代はどこからどこに移り変わる時代ですか。琉球から、うん、日本、そう、大和に移り変わる時代になっています。でこの曲は今現在の私たちの暮らしと昔の暮らしのあり方を比べているところがすごく印象的なので、ぜひ聴いてみてください。でまた歌詞のメッセージにこうは書いてないんですけど、あの頃は懐かしかったなっていうような気持ちが込められているような気がして、なんかすごく昔の様子が頭に浮かんでくる曲です。でまた紹介するこの曲の種類っていうか、カンカラ三線で歌う曲になっているので、ぜひそこの何ですかね、カンカラ三線の味も楽しんでください。はい、では中の曲や時代の流れやいびん、はい、いたさるぐとにげさびら、
はい、一平二平デビル。はい、ちょっとただいまお送りした曲、ただいまお送りした曲は風からリーショさんで時代の流れやビータン一平二平デビル。はい、一平二平デビル。少しね語りが入っていたんですけど、はい、これが時代の流れという、もうこのタイトルそのものですね、本当に時代が移り変わる世の中をもう率直にこの歌詞で表した曲になっています。でまたこの曲7番ぐらいまで結構長くあるので、ね、ぜひそこ歌詞の方を探してみて、ぜひ調べてみてください。すごくなんか面白い例え方していたりとか、とっても何ですかね、この時代の人たちの考え方がすごく何ですかね、分かるような曲になっています。ぜひ聴いてみてください。はい、はい、では時代の流れヤイビータン一辺二辺デビル。はい、ではメッセージ届いてますので紹介したいと思います。はい、ラジオ、ね、メールいただいてますけども、ペンネームというかラジオネームがお名前、北野リスさんですねなんかありがとうございます。北野リス、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 北野リスじゃない、北野リス、なんか北にいる、そう、その名前みたいなやつ、北野さんじゃなくて北野さんみたいになってますねもしかしたら西かもしれないですねまあすみません、はい、北野リスさんですね。はい、北野リスさん、はい、失礼しました。はい、北は島くとば西って言うんですよ。はい、西ですね、うん、すみませんでした、はい、まあ支援って志の縁って書いて千葉りしみそうれいやたい応援してますということ で、うん、で2通来てるんですね、はい、もう1個、もう1個すごい勉強になるお話なんですけども、うんうん、昔宮古あたりは島流しの場所と聞きました。笑い話で宮古の人は頭のいい人とそうでない人とで二極化できるそうです。政治犯と人殺しの犯罪者の流されたところ、だから頭のいい人と悪い人の二極化できるという噂話があります。これも沖縄の歴史になるかもしれませんねといただきました。でも確かに聞いたことあるんですよ、宮古の人なんかどっちかだよみたいなすごい頭いい人と、あ、なんか本当にもうパッパラパーなしてそうなんですか、よくなんか言うみたいですよ、初めて聞きました、初めて聞き、でもまた宮古がこの島流しの場所っていうのは聞いたことないですね、初めて聞きましたね、こういったなんかメッセージ、ありがたいです、はい、勉強になりますね、はい、北野西さん、一平二平デビル、二平デビル、ありがとうございます、はい、続いてまた今もちょうど来ました、来ましたトロンボーンさん、今日たくさんですね、あ、トロンボーンさんトロンボーンさん、はいはいはい、トロンボーンさんいつもありがとうございますね。こんにちは、はでんでんラジオの皆さん、今日もおかしなわらラジオネーム銀のトロンボーンですはい、さい、ユースクラブの新刊チャーチューンヌバガティチャービタンゆたしく逃げさびら。じゃなうえ方とかの話、とかの話、うちなの歴史の影、日向で動いてきた方々の功績などを電子書籍とかにして残せないものでしょうかね。ユースクラブの皆さんの人脈を活用してできないでしょうか。いただきました。ぜひ、残したいですね。いいですね。電子書籍だと、また残りやすいかもしれない。ね、ずっと次世代にも。一番は教育でね、何か、はい、教えていただけないかなと思いますけどね、教育の、まあ、いろいろ、まあ、事情があると思いますけどもね、うん、まあ、すごく、また沖縄と日本の歴史っていうのはだいぶ違いますからね、うん、まあ、途中で一緒に関わってくる部分もありますけども、本当に独特な文化だったり歴史を残していますので、ぜひうちのうちの皆さんは学んでほしいですね、はい、はい、ということで、北野リスさんと銀のトロンボーンさんですね、一平二平デビル、はい、ありがとうございます、一平二平デビル、はい、では次行きましょう、次チャビラナ、次のコーナーは、はい、次のコーナーはシャーナとスミレの英語のコーナー、イエーイ、今日はどうぞどうぞ、シャーナ、今日は先ほどオープニングで話したように、はい、頑張れ、ボブディランさんについて話したいと思います、はい、はい、あ、ブーディ、ボブ、カミカミですね、今日はい頑張れちゃう、今日はボブ・ディランさんの Blowing in the Wind っていう歌について説明したいんです、うん、はい、日本語ではなんていう曲名になってますか、
日本語では風に吹かれて、うん、風に吹かれてというかですね、うん、風に吹かれて、はい、最初にボブ・ディランさんはどんな人かを紹介した方がいいんじゃないですか。はい、ボブ・ディランさんはですね、はい、アメリカのシンガーソングライターで、あの半世紀にわたってポピュラー音楽や大衆文化の世界で影響力を持ち続けている、2016年ノーベル文学賞を受賞した方です。最近すごい話題になってましたよね。では早速そのこの Blowing in the Wind を聞きたいと思います。今の英語でざっと訳せますか。ざっとボブ・ディランはアメリカ人、英語で言うんだよ、英語で。ボブ・ディラン is an American singer-songwriter who has influenced popular culture for half a century. He was awarded a Nobel Prize in 2016. ああ、いいね。頭の中でマンチャーマンチャーしてませんか、今。こんな感じでね、ちょっと少しでも多く英語に触れていくか、このコーナーで増やしていきましょうか。はい。シナさんとっても上手なので、なぜかというと最近、はい、いいことありましたよね、まだまだまだ、でもあと火曜日、じゃもう少し待ちます。じゃ来週のラジオでいい報告ができるといいですね。で準備できたみたいです。はい、あ、Blowing in the Wind どうぞ。はボブ・ディランさんの Blowing in the Wind でした。まあいい感じの曲ですよね。なんかゆっくりでいい感じの曲ですね。そう、なんかゆっくり、なんかイエーイ、なんかはい、はい。では第3番を訳していきたいと思います。はい、はい、How many times must a man look up、 どれほどの人空じゃない見上げればならぬのか。 Before he can really see the sky、 本当の空を見るために。 How many ear must one person have before he can hear people
cry、 どれほど多くの耳を持たなければならないのか、他人の叫びを聞けるために。 How many deaths will it take till he knows that too many people have died? どれほど多くの人が死ねばならないのか、死が無益だと知るために。 The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. その答えは風に吹かれて誰にもつかめない。はい、最後の部分はサビなのでみんなで練習しましょうか。はい、The answer, my friend, The answer, my friend, is blowing in the wind, is blowing in the wind. The answer is blowing, The answer is blowing in the wind, in the wind. いい感じのなんか歌詞ですよね。風に答えが、とボブ・ディランさんがこれ21歳の時に発言した言葉なんですけど、世の中で一番の悪党は間違っているものを見てもそれが間違っていると頭で分かっててもそれに目を背ける人だっていうことを言って、すごい21歳ですよ。ねえ、すごい年近いですよね。あ、そっか、リュウプ。おー。でなんかこの歌が書かれた時になんか世界の人たちがとってもなんか自由を求めてて、なんかそれを思わせるような歌詞もたくさんあってて、なんか How many ってたくさん言ってるんですけど、なんかそれはなんか終わりの見えない戦争とかそういうのを表してるのかなって感じました、自分は。うん、確かに何回も言ってますよ ね、 すね、どれほど、なんかこの空を見上げるとかね、そういった、まあ、僕たちがこれ聞いた時にはそのなんか時代、そういった時代がその空を見る余裕さえもなかったっていうね、いう話を聞きますけど、本当にその大変な時代に生まれたこの曲っていうのが本当に、まあ、歌詞の中はシンプルですけども、まあね、答えは風の中と、誰にもわからないと、つかめないっていうこと、まあ、それぞれ皆がねその答えを探しているようなね感じが受けるんじゃないかなと思います、けども、じゃあ新しいここでまたメッセージが届いてます。めっちゃ届いて、今日すごいですね、なんかいっぱい来ますね、嬉しいですね、嬉しい、はい、今日はまた西ヌリスナーさんですかね。初めましてですね、初めてユーガナビラ、ありがとうございます。ニフェデビル、ボブ・ディランさんの歌詞をうちの口で聞いてみたいと思いましたと。いいですね。いや、自治要請、もしかしたらね、もしかしね、またこのうちの、ね、島くとばでやるかもしれないですよね、もしかしたら、頑張ってやってみましょうよ、はい、できないけどね、このまあ交互期待ですね。この今後、まあ、誰よりも先に私たちが、はい、ユースクラブが取り組みたいですね。ブローインダウィンドウをこのぜひ島くとばで披露できる日近いと思いますので、はい、2週目西のリスナーさん待っていてくださいね。ぜひ待っていてください。僕たち歌いますので、お、はいはい、まだできてないのでね、練習します。もう本当に洋楽にも私たちユースクラブの活動で挑戦しますので、あのね、What a Wonderful World とかね、あの Over the Rainbow とか、ぜひ英語の部分はシャナとスミレに歌ってもらいたいですね。コラボで、ちょっと音痴なんですよ。練習しておいてくださいね。ぜひね、ぜひぜひ、ありがとうございます。ニフェデビュー、ニフェデビューということで、シャナさんとスミレさんの英語のコーナーは以上です。はい、ニフェデビュー、 Thank you。 はい、それでは最後地域情報に参りたいと思います。はい、でまずは私たち沖縄ハンズオンユースクラブの情報からいきたいと思います。最近ですね、この2017年の2月21日琉球新報さんの方で記事が載ったので、それを紹介したいと思います。で、このマラソンがありましたよね、沖縄マラソン、シャナとスミレも参加したと思うんですけど、ユースクラブもみんなこの通訳ボランティアということで参加しました。で、その記事紹介したいと思います。外国人通訳で手助け、小中高生らがボランティア、出会い、笑顔広がる沖縄マラソン。2017沖縄マラソンに沖縄ハンズオンから小中高生、大学生約50人が通訳ボランティアとして参加した。
全出場者が大会を思う存分楽しめるよう、会場7カ所に分かれて、海外から参加した選手の案内などを担った。出場者の要望を聞くアンケートも日本語と英語で実施した。2012年から続けている事前の研修会では、想定される英会話の練習をし、緊急時に備えて救急救命講座も受けて本番に挑んだ。アンケートでは大会の満足度や出場回数を調べた。ということで、他にもこのメンバーのコメントだったり、写真だったりも掲載されていました。まあ、はいはいはい、ね、たくさんこの沖縄マラソンで走られた方、本当にお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。また沿道でもすごい応援でたくさんいて、ね、サポーターもすごかったですね。また貴重な、また今回からですね、ボランティアのジャケットが変わりまして。そう、水色になってましたね。嬉しそうですね、皆さん。ねえ、もうランナーの人も欲しいって言ってたんですけどね、あげられない。で、完走した方がまた今回多かったみたいで、とても嬉しいことですね。そうですね。はい。もう本当にまた英語のね、そこを上げて、また出会いっていう面ですごい、はい、まあ、新たな縁のつながりの始まりとしてね、すごい、私たちもすごいいい経験ができました。本当にありがとうございました。一平二平でビル。はい、一平二平でビル。はい、では次は私たちユースクラブの、紹介をしたいと思います。私たちのユースクラブは、沖縄ハンズオン NPO がプロデュースしています。では、このラジオも、ハンズオンがプロデュースして、プロデュースしています。はい、すいません。はい、沖縄ハンズオンユースクラブでは、様々な地域貢献活動などをしていて、今日も行ったように、老人ホーム、地域のデイサービス訪問だったり、あとは敬老会に訪問したり、あとはですね、先ほどもあったように、沖縄マラソン通訳ボランティアなども毎年行っております。うん、まさに、この島くつば英語大和口のトリリンガルですね、うん、こちらを挑戦しています。で、また資金造成を行っておりまして、沖縄ハンズオンでは消滅危機言語に指定された琉球諸語島くつばの復興と次世代継承活動のため、資金造成としてポストカードの販売を行っています。ご支援ご協力受けたまわりますようチムグクルよりお願い申し上げます。はい。6枚、ポストカードが6枚1セットで1000円となっています。で、このポストカードも、沖縄の風景とかが、とても綺麗に写されていて、また、中城城址とかがね、載っています。で、また、ポストカード1枚1枚に、沖縄のクガニクトゥバも載っていて、すごく、温かい作品ですね。ぜひ、沖縄ハンズオン NPO のホームページの方でも確認できますので、ぜひそちらの方をご覧ください。はい、はい、今現在その島くつばの復興に関する、ま、ドキュメンタリー映画を撮影今しているところなんですけども、ユースクラブがですね、ユースクラブですね、はい、ハンズオンプロデュースの、そうですね、で今そのカナダ出身のポールさんですね、はい、という方が今映画作成に今の真っ最中でいろいろ撮影ドキュメンタリー、なんか映画って言うとね、作り話みたいなんで、ドキュメンタリー、そう、ドキュメンタリーで密着で、はい、もう本当に練習風景から、ね、していただいたりとか、はい、また最近ではハワイのね行くためのこのもので取材ね、はい、OTV さんとか取材していただいたりとか、ありがたいですね、たくさん本当に周りの方々の感謝すごいありがたいですね。はい、もうこの皆さんから期待されていることと、私たちが今やらないといけないこととかっていうのがすごい今重なって広まりつつあるんじゃないかなと思ってますので、ぜひ皆さんのご協力していただけたらすごい嬉しいです。ということで、本当に皆さんもしね興味があるメンバー、はい、そしてまたいろんな学習支援、英語のクラスのプログラムも行ってますので、ぜひホームページの方、沖縄ハンズオン NPO と検索していただくと、ホームページ、そして Facebook ページも沖縄ハンズオン NPO で検索していただけると、出てきますので、ぜひいいねLike! お願いしたいと思います。はい、最後、電話番号紹介します。はい、電話番号紹介します。936-6868。936-6868。こちらは、チャタン未来センターの2階の事務所の方につながります。はい、ぜひお問い合わせください。では、エンディングに入りたいと思います。はい。今日もあっという間でしたね。はい。今日は
最初のコーナーは誰について紹介しましたか？じゃあ、羽木屋？当たってますね、もう。じゃあのつながりで全部。じゃあ、じゃあな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 、じゃ自分のふるさとを思った、この、思うため、思ったためにこの貫いた強い意志だったりとか、このアイデンティティを大切にする心だったり、やっぱりそれを守るための行動力っていうのは私たちもすごい見習いたいところだと考えています。なので、まあ、今月のテーマにもあるように、この志の縁で、ぜひ皆さんとつながっていきたいなというふうに感じています。はい、そうですね。はい。で、今日はたくさんのメッセージもありがとうございました。トロンボさん、ありがとうございます。今来てますね、トロンボさん。あの、沖縄マラソンお疲れ様でしたということで、はい、今メールいただきました。お疲れ様でした、はい、で皆さんお疲れ様でした。トロさんいたのかな、ああどうなんですかね、してたかなもしかしたらね、まあ、本当にありがとうございました。一平二平レビル、二平レビル、また来週も引き続きこの沖縄の偉人だったりとかを紹介していきたいと思いますので、はい、またリクエストがありましたらメッセージの方よろしくお願いします。お願いします、はい、では最後にスポンサーさんの紹介をして終えたいと思います。はい、今日のでんでんラジオラジオ子ども大学の時間は、有限会社丸内重機、有老老人ホームニヘデホーム、有限会社ニヘデービル、熊野整骨院、デイサービスセンターシオン、ビューティーサロンフレンド、琉球リハビリテーション学院、有限会社金城自動車と FM 小里沖縄半ゾンネピオの協力でお送りいたしました。はい、今週のでんでんラジオみんなでお別れしていきましょう。それではまた来週、 See you next week。 せーの、またやーさーい。いっぺんにフェイデイビルー。